はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、こちらも初の試みになるんですが、2022年の西武純正の TS 予想をしていきたいと思います。今年の西武の TS ではリーグオーダーもそうですけど、もしかしたらリアタイで必須の選手が何人か登場するかもしれない、こういう予想をしてみてます。間違ったりとか抜けているところもあるかもしれませんが、そこはコメントで指摘してくれると助かります。簡単に TS とはタイムスリップの選手なんですが、現役やコーチや監督が全盛期の能力で登場いたします。全盛期で出ますので、ね、やはり強い能力で登場するんですが、では例えば涌井さんのように西武、ロッテ、楽天と渡り歩いてますが、もしロッテで出てた場合はロッテに在籍した中での全盛期での能力で登場いたします。もし西武で登場した場合は西武内の時の全盛期の能力で登場します。まあ、一番成績が良かった時の年で出てくると思えばいいと思います。最初にピッチャー、キャッチャー、内野、外野と分けて大まかに選手を出して予想しから、最後に1段から6段まで誰が出るのか厳選して予想していきたいと思います。まずはピッチャー、ピッチャーで大まかに予想しますと、西口さん、岸さん、涌井さん、豊田さんの4選手をまず予想しました。松坂さんは毎年のように来てたんですが、去年引退してしまったので TS 対象から外されました。松坂さんが抜けたってのはすごいでかいことかなと思います。まあ、西武の TS といえば松坂さんみたいなところもありましたので、またソフトバンクの工藤公康監督が勇退しましたので、工藤監督も TS から外れました。西口さんが登場したら2020年以来の登場になります。西口さんスライダー2種を持ってますし、まあ、冬の時から西口さんが出たら取るというふうに言ってありますので、ぜひ来てほしいピッチャーです。岸さんは去年出たんですが、涌井さん出たら3年ぶりの登場になりますね。おそらく能力は2009年の時沢村賞を獲得した年になるとは思うんですが、9位から81、74、83、9位スタミナ同値の選手を揃えたいので、涌井さんが来たらぜひ当てたいと思います。球種も豊富ですのでね、リーグオーダーにもぴったりだと思います。そして豊田さん、豊田さん直近では2019年の OB で出てますが、おそらく TS で出たらこの能力で出ると思います。制球型のピッチャーですね。まあ、B 級種以上が2つありますので、リーグオーダーにも入れやすいと思います。続いてキャッチャー、キャッチャーはもう住谷さん一択ですね。でそろそろ西武で来てくれるんじゃないかと、来てくれたらねかなり激アツだと思います。でも守備適性が74の B、 スローイングが76、肩が78、特殊をしたら A にも乗せれる肩の強さって誇ってますので、住谷さんはリアタイで必須になるかもしれないです。西武の弱点といえばキャッチャーの肩の弱さが目立ちます。そこを住谷さんで補えることができますので、ここで取っておけばレギュラーキャッチャーで最初出して後から代打という方法もできますので、もしかしたらもう課金してでもランキングを走ってでも住谷さんは取るかもしれないです。2017年の能力になるんではないかと思います。完全走力型なんですが、自分はオーダー戦力の方で走力8人コンボの超疾風陣雷を出そうとしていますので、リーグオーダーにもぴったりだと思います。もし住谷さんが出てきて S ランク取るの厳しいよっていう方は A ランクだけでも取っといたらいいと思います。守備適性はおそらくマイナス5で69にはなるんですが、肩がマイナス3でも75もありますので、しっかり扇の固めとして活躍してくれると思います。ちなみに伊藤勤さんが TS 対象ではなくなりましたので、おそらくキャッチャーで出てくるのであれば住谷さん一択で出てくると思います。森友哉さんはまだ早いかなと思います。続いては内野手、内野手が大まかに予想した時点でかなり候補は多かったです。まずおかわりくん、中島さん、辻監督、あと浅村さん、そして今年来るであろう大本命が松井和夫さん、そしてワンチャン山川さんもあるんではないかと思いました。おかわりくんが出場したとすれば2019年の第3弾以来の登場になります。おかわりくんの TS といえば、あの28歳、2011年の統一球で48本もホームランを打った年になると思うんですが、ただここ出たとしてもミートが今年はかなり上がってますので、まあ、S に換算するとするならばミートが76もありますので、だったら別 TS できても無理に取らなくてもいいかなと思います。中島さん、中島さんが出たら2年連続にはなるんですが、去年から確定弾で登場するようになりました。今年はどうなるか分かりませんが、まあ、もし出たとしたらアーティストが確定弾で手に入りますので狙い目になってくるかと思います。そして辻監督、
時間と東京が出るならばまた2019年以来の3年ぶりになるんですが、内野手は TS 大賞から片岡さんがいなくなりましたので、毎年のように辻さん、片岡さんの順番で出ていました。その間に浅村さんがセカンドとして入ってきたんですが、こう毎年セカンドが交代交代で出てるんであれば辻さんが今年出てくるんではないかとも思いますが、松坂さんがいなくなった第1弾第3弾の枠で浅村さんがまた2年連続で出てくるかもしれないという予想も立てることができます。ここがねすごい悩みどこですね。どっちを予想するか。そして松井稼頭央さんが大本命になります。西武純正だけではなくて12球団オーダーの人たちも大目玉になってくる選手だと思います。ショートでデフォルトでオール A のバッターですので、もう最強のショートになっております。去年は楽天の方で松井稼頭央さんが出ましたので、今年は西武でぜひ出てきてほしい選手です。そして最後にもしかしたらで山川さん、浅村さんは楽天に移籍したとはいえ去年30歳という若さで TS に選ばれましたので、もしかしたら山川さんもワンチャンあるかもしれないと思います。出たら出たらでね、かなり激アツになると思います。そして最後には外野手、外野手の候補ですと栗山さん、尾関さん、あと山川さんの同様でもしかしたらという枠で金子さんを予想してみました。西武の TS と言いますと一昨年から外野手が出てきたような形になります。栗山さん、尾関さんが1回ずつ出てるんですが、この調子でいけたらもし外野で出るのであれば栗山さんが本命かなと思います。2010年の年でまた出てくると予想されます。センター73でね、レフトも67の適性がありますので守りも不安ないですし、外野手が手薄な方はかなりおすすめな選手になっております。尾関さんは一応予想はしましたが去年も出てますので、尾関さんが2年連続で出るということはないと思います。そしてもしかしてだけど枠で金子さんを予想してみました。金子さんも30は超えてますのでね、もしかしたらというわけで41盗塁で盗塁王を輝いて、この年はセンターでの出場だったんですが、センターの適性が70の B、レフトが76の B もあります。メイン適性じゃないレフトの方が守備適性は高いんですが、これだけの守備適性があって足も速いですので、金子さんを最初スタメンで出して後から代打という形にもできると思います。以上、自分が予想しました全選手を出したんですが、合計15名の中から6名に絞っていきたいと思います。まずは投手の方から。投手は毎年西武の方では 2,3 人選ばれていますので、今回は2人予想しようと思います。西口さんと涌井さん、そして捕手の住谷さん。内野手の方では西武純正でも12球団にとっても大目玉となるであろう松井稼頭央さんを予想します。もう一人はセカンド枠で辻さんと浅村さん。ここがね一番悩みました。浅村さんが2年連続で登場してまた第3弾か第1弾に、浅村さんがまた登場して第1弾か第3弾で松井稼頭央さんと一緒に出てくるのではないかという予想もしました。ですが今回は辻監督を予想で選びたいと思います。そして6人目は外野手の方で栗山さんを予想します。以上6名。この6名を第1弾から第6弾まで振り分けて予想したのがこちらです。第1弾に松井稼頭央さん、第2弾が住谷さん、第3弾が涌井さん、第4弾が辻さん、第5弾が西口さん、で第6弾に栗山さんと予想しました。第1弾と第3弾の激アツな弾には松井稼頭央さんと涌井さんを予想してみました。第5弾は40連で手に入る回なんですが、そこで西口さんを予想しました。初めて TS の予想をしてみましたがどうでしょうか。1人でもね多くの2人賞を当てたいと思います。それかね6人全員ニアピンでみんな出てくれたりなんかしたらめちゃめちゃ嬉しいですけども、もしまた質問や自分の予想などありましたらコメントで教えてくれると助かります。おそらくもう2週間ぐらいには TS の第1弾が間もなく来ますので、皆さんで楽しみに待ちましょう。それではご視聴ありがとうございました。